おすすめ野宿。どうもじゃ篠原です。今回は、状況別おすすめの塾ということで、まあよくね、おすすめの塾、どんな塾おすすめですかっていうふうによく聞かれるんだけど、まあ今回はね、どういう状況だったらどういう塾に行ったらいいのかということについて話したいと思います。まずね、塾にはいろいろあります。まあ俺自身篠原塾っていう塾をやっていて、まあ生徒が大体、今の段階でまあ180人ぐらいかないるんですけど、まあそういう塾をやっています。自分も塾やってて、まあ塾経営者から見て、あ、ここいいなとか、ここ大したことないなってよくわかってるんですよ。で、それぞれね、まあどこがいいのかみたいな話ができたらなというところで、まず、授業料、高いところと安いところがあります。で、逆転合格志向があるかないかっていうところも一つのポイントですね。で、まず授業料が高くて、で逆転合格志向があんまりない人、まあどういうことかっていうと、そんなに頑張らなくても多分来年受かるだろうなっていう人は、大手がいいと思います。まあ、いわゆる河合塾とか駿台とか、そういう大手の予備校っていうのは非常に素晴らしいですね。これは何かっていうと、俺もね、京大受かりましたけど、京大受かる上で使ったのがまあその大手予備校なんですよ。で、大手予備校って寮に入ると100万円かかります。で、さらに、授業を受けるともう100万円かかります。まあ大体、まあ最低100万ぐらいかかるというところで、授業料はまあ高いっすよね。で、なんだけど高いだけのことはやっぱあります。もうサービスは充実してるし、まあ、授業もね、そんな紙授業ってことはないんだけど、まあ、ちゃんとした授業を展開してくれています。逆転合格志向があんまりないって、これ何かっていうと、まあ言ったら普通に授業を習って普通に勉強してってやるだけなんで、まあ正直そんなガンガン成績がボカーン上がるってことはないですね。はい、まあどちらかっていうと、まあコツコツ頑張っていけば大丈夫ぐらいと。まあ今年ちょっと運悪く落ちちゃったけど、まあ1年間ゆっくりやっていけばまあ大丈夫じゃないっていうのが、まあ大手予備校ですね。まあ俺はまあその大手予備校に入って、まあ1年間で逆転合格しましたけど、最初の京大模試で D 判定だったから、その D 判定から京大模試全国1位まで行ったんで、逆転しましたけど、でもやっぱり俺ぐらい頑張ってる人いなかったしね、正直。一番多分あの予備校で頑張ったと思うし、一番もうしゃぶり尽くしたと思う。まあ高かったからね、授業料が。っていうのもあるんですけど、まあ大手予備校ってのはそういう環境で、すごい完璧に整った環境を用意してくれてる。もうここで落ちたら、ほらお前が悪いよっていう状況ですね。で、一方で大手予備校でこの逆転志向があんまりないってどういうことかっていうと、一番最初入塾時にそのクラス分けテストをやるんですよ。で、クラス分けテストやるってことは、この学力より下だったらこの大学受からせる自信ないですってことじゃないですか。つまり、1年間、まあ、東大コース入りたい、東大行きたいから東大コース入りたいと思っても、偏差値50ぐらい、まあ、共通テストで6割とかだったら多分落とされます。それは何でかっていうと、その、まあ、そのぐらいから、京大、とか東大とか受かる学力に伸ばせる自信がないということを、まあ、言ってるのと同じですよね。で、まあある意味誠実ですよね。だからこっから以上だったら受からせる自信あります、こっから以下だったら無理ですってことをちゃんと入塾時に分かるんで、大手予備校は僕はそういう意味では、まあ、非常に誠実なビジネスをしてるなっていうふうに俺は思います。一方で、まあ、この高額になって、でかつ逆転合格をしていくっていうところで言うと、まあいろんな個人塾というか、まあ個人でいろいろやってるところで、まあそういうものすごく高いところがありますよね。ものすごく高くて、まあ、逆転合格していくっていう人たちです。で、これはですね、まあ各々個人でやってることなんで、まあ俺はちょっと分かんないんですけど、まあまあその逆転合格本当にできるんだったら素晴らしいメソッドだなと思いますね。というのも、まあ逆転合格するってなるとちょっと無茶をしないといけないんですね。で、ちょっと無茶をするってなると、やっぱり相当の勉強をしないといけないんで、まあちょっとやっぱり大変というところです。だからまあその普通に授業を聞いて普通に成績が上がる、それで大丈夫だっていうんだったら、もう大手に行って頑張ればいいです。なんだけど、そうじゃないんだったら、ちゃんとしたね、人を頼らないといけないというところですね。で、安くて、そんなにこう逆転しなくてもいいよっていう人は、大手がやってる個別指導がいいと思います。で、これ何かっていうと、やっぱ大手がやってる個別指導で、特に個別指導って学費が安いんですよね。言ったらプロが教えてるわけではないので、まあ大学生をバイトで教えてることが多いので、結構安いことがあります。で、結構安くて、で、しかもまあ、大手なんで完全にマニュアル対応ですから、まあそういうマニュアルがあってみたいな感じですね。で、ちなみになんですけど、俺も大学生の時大手の個別指導塾でバイトしてました。で、
なんだけれども、まあこれはね、バイトしてたんで内情知ってるんだけど、完全なるギャンブルです。まあ言ったら、あの塾のね、そのチラシとか見たら、優秀な講師陣みたいなこと書いてると思うんだけど、まあただのバイトです。で、正直研修もないですね。研修もなくて、唯一あったのは、報告書の書き方です。教え方とか、そういうんじゃなくて報告書の書き方、その報告書の書き方を、習っていきなり現場です。でしかも俺文系なんだけど、いきなり理系の受験生を当てさせられました。おかしいじゃないですか、文系の人間に理系の受験生、大学受験生ですよ、大学受験生を受け持たせるみたいなことを平気でやってきます。大手の個別っていうのは、そういうことを平気でやります。これはうちは違うぞっていうところあるかもしれないですけど、まあ少なくとも俺がバイトでやったところは、そんな環境でした。でなので、まあちゃんとね、教えよう、頑張って教えるぞという気概を持ってやってる講師に、講師は、ちゃんと教えてくれます。まあ授業料に見合わないぐらい教えてくれますね。だから家庭教師とかの半分ぐらいの学費で家庭教師以上の、まあ指導をしてくれるんで、そういう意味では講師が良ければ、すごいいいんですが、逆に、あまりやる気がないやつで、そういうやつが大体8割9割ぐらいなんですけど、そういうやつだと、まあずっと授業中雑談して終わりですね。はい、なので、中学生が高校受験しますっていうんだったら、まあ、ありなのかなと思うんですけど、まあ、大学受験で使うのは、まあ、ちょっとリスキーかなと思いますね。もしそこを使うのであれば、ちょっと考えないといけないです、いろいろ。例えば、その講師がちゃんとした人なのか、そのプロの講師なのかっていうこととか、あるいは、前評判ですね、口コミとかを見て、ここの個別指導塾良さそうみたいな、そういうのをちゃんと調べていかないとちょっと厳しいのかなっていうのが、まあ、大手の個別指導塾ですね。まあ、っていうこともあり、一応逆転合格できる可能性ということで言うと、まあ、罰というふうにさせてもらいました。まあ、すごい優秀で教える気のあるコースに当たればラッキーですけど、まあ、そうじゃなかったら、正直ね、伸びないというところですね。まあ、安いけどというところです。で、まあ値段が比較的安くて逆転合格をしに行きましょうっていうのであれば、まあ一応俺がやってる篠原塾がいいんじゃないかなと思います。でこれ理由なんですけど、うちの塾っていうのはまあ基本的に逆転合格みたいなことが得意なんですね。まあ例えばですけど、まあこちらですね、まあ成績、急激に上げてたりだとか、まあこちらですね、去年俺の生徒で早稲田受かった人は、高3の5月ぐらいかな、高2の4月ぐらいがちょっと忘れたんですけど、まあ1年前入塾した時に全然ダメだったんですよ。偏差値40代とか取ってたみたいな人がうちに入って、で1年間勉強して早稲田に、現役合格しました。で、まあこれすっごい大変だったんですね。すっごい教えるの大変だったんですけど、まあでも現役合格しました。まあこんな感じで、うちの塾っていうのは、まあほぼビリギャルみたいな逆転合格っていうのが、まあよく起きるというところですね。成績を伸ばしてるっていうことで、まあ逆転合格をしたい。で、しかもあんまりお金かけたくないっていうんだったら、まあうちの塾が一番いいんじゃないかなと思います。で、まあね、俺が俺の塾いいよって言ってても、まああんまり多分信用ないと思うんで、俺の塾無料体験やってます。まあ無料体験受けて判断してもらうのが一番いいと思いますね。まあ無料体験受けたい人はこの動画の動画概要欄か、まああるいはこれですね、この画像をまあ LINE で読み取ってもらって、スタンプ1個送ってください。そしたら、無料体験の方に、まあ無料体験しちゃったりとか、まあ電話相談やったりとかします。無料体験受けてくれた人には、この俺の塾の英語教材、これ300ページぐらいあるんですけど、これまあ無料で、電子書籍版プレゼントします。313ページあるね、やつを、まあ、無料でプレゼントしてるんで、まあこれをもらっておいて、ついでにまあ無料体験受けてみてもらえたらどうですかというところですね。まあ、一応ね、うちの塾っていうのは家に行かない家庭教師なんだけど、家に行く家庭教師で、しかもプロがやってると、まあその大学生が勝手にやってるとかじゃなくて、プロがやってるっていう家庭教師の方もいます。まあそこがこの個人に当たるところですかね。あと地方の予備校があります。地方の予備校は、授業料は多分大手よりはちょっと安いかなというところなんだけど、結構逆転合格者もまあまあまあいるというところで、かなり厳しい、個別指導をやってくるんで、まあこの辺ですかね。地方の、予備校っていうのは、地方予備校は結構まあちゃんとした授業を やるというか、めちゃめちゃ厳しいんですよね。めちゃめちゃ厳しいので、まあどんどん課題を出してみたいなことをやっていきます。ただ、どんどん課題を出されるっていうことは、それ以外の自分が本当にやりたいことっていうのはできないっていう可能性があるんで、まあ、その課題だけガンガンこなしていけば受かるっていう状況なんだったらいいんですけど、自分自身の、まあ、状況に合わせて、あと1年間何をしないといけないのかっていうのが分かって
ってない状態でずっとやるのはちょっとどうなのかなっていうふうに俺は思いますね。だからもし地方予備校行くのであれば、そこの課題さえこなしてれば受かるっていう状態だったらおすすめですけど、そうじゃなくて、まあもっとね、こう逆転どんどんしていかないといけない場合は、まあちょっとどうかなというところでした。あとはそうだな、安くて逆転がちょっと難しいところ、まあこれ一番安いのはあれですよね、一番安いのは学校ですよね。もう学校の、先生とかに添削してもらうとかですよね。で、託郎しますと、完全に託郎しますって人いるんですけど、託郎はやめといた方がいいっすよ。基本的には託郎で大学受験合格って難しくて、まあ俺自身生徒、何人も託郎の生徒を受け持ってきたし受からしてきたけど、やっぱりね精神的に病んだりとかするんですね。だから安上がり、一番安上がりなのはまあ託郎ですけど、託郎でやるんだったらせめて俺が作った戦略とかがないと、精神衛生上も良くないし、まあちょっとしんどいところが多いかなと思います。はい、ということで状況別おすすめの塾ということで、まあ俺の塾は興味ないと、もう俺の塾は絶対興味ない、だけど、どこの塾に行けばいいか分からない、俺の塾以外のどっかに行きたいっていうことであれば、そうっすね、まあもう全部体験受けるのがいいと思います。例えば大手とかでも地方の方だったら講師が足りなかったりとかするんですよね。まあ大手予備校っていうのは講師が少ないんですね。でその少ない講師を新幹線でこう行ったり来たり、いろんな校舎をこう旅させて、まあ授業をするっていうことをやります。なので地方の大手予備校だったら講師が揃ってないとか、あるいは質問したいけど先生いつもいないみたいなことっていうのがまあ時々あります。なので大手予備校にしようって思ったとしても、一回体験受けてみるとか、一回その教室とか職員室みたいなところあるんで、講師室の様子とか見て、先生いるかな、ちゃんと大丈夫かなみたいなことを見てもらってもいいかなというところですね。はい、ということでおすすめの塾の、まあ、紹介というところでした。まあ別にどこに行っても頑張ってるやつは受かります。でどこに行っても頑張らないやつは受からないです。まあ勉強ってそういうもんですよね。で、頑張るっていう前提でどこがまあ一番そのサポートに適してるのかっていう話をさせていただきました。まあこの動画見てもらって、まあ、俺の塾気になるって人はこの動画の動画概要欄か、まあこの LINE をね読み取ってもらってスタンプ1個送ってください。今回のこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。